Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. Soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son Itekimasu y Tadaima などの表現です。今回も日本語の便利なフレーズがスペイン語だとどう表現されるかのシリーズです。以前はお疲れ様やいただきますなどを紹介しましたが、今回に関しては意外とスペイン語でも使われるものです。まあ日本語での今回のフレーズ、行ってきますやただいまのように場面ごとに一つだけ便利なフレーズがあるわけではないんですが、実際毎日使えるものなので覚えたら確実に使えると思ってください。で、可能なだけ体系的にまとめて覚えやすく紹介しますが、動画内だけでも多くなりますので使えそうなものを選んで覚えてみてください。で、紹介しきれないのは記事の方に載せておきますね。では早速見ていきましょう。まずは出かけて、そして帰ってくる時の行ってきますとただいまからです。で、まずは行ってきますから始めますが、なぜただいまと一緒にするかというと、動画内で紹介するこの項目の表現は全てやから始まります。というのも、このやというのは意味がすでにやもうのように訳せるからです。いや、まあだからなんだよって思うかもしれませんが、例えば行ってきますの一つ目のフレーズの直訳はもう行くねになるんですね。ではそのフレーズを発音しましょう。それがやめぼい、やめぼい。で、やは先ほども言ったようにもうやすでにという意味で、めぼいは私が行くという動詞にあたります。で、これが結果行ってきますとして使われます。で、ニュアンスとしては直訳がもう行くねなので、また後で紹介する行ってらっしゃいなどと言われたい感じを出しているフレーズです。まあ細かくニュアンスを言うとそうなりますが、普通にネイティブはよく使います。ただそのような意味がないものを次に紹介します。当然この次のもやから始まってYa vuelvo、 Ya vuelvo で、直訳はこれです。この場合やはもうすぐと訳して、 vuelvo は戻ってくるなので、ここはもうすぐ戻ってくるねのニュアンスで行ってきますが言えます。でもだからといってすぐ戻ってこなければいけないわけではないです。これはまず仕事や学校に行くときにも普通に使えます。ただ簡単なことをしてすぐに戻ってくるねでも OK で、その両方で使えるので、これは覚えると便利ですね。ちなみにですが、これらのフレーズの前か後ろに特にカジュアルな別れの挨拶を付け足すこともできますので、ぜひそちらの動画も見ておいてください。では次に行きますが、今度はただいまになるものですよね。で、先ほども言ったようにここももう何々という意味のやから始まります。では早速一つ目のフレーズを発音します。それがじゃボルビー、じゃボルビーで、この場合訳はもう戻ってきたよです。なのでボルビーが戻ってきたになるのが分かりますよね。ということはこれが先ほどの行ってきますのじゃボルボの過去形だということでもあるんですね。なのでそのセットで覚えるのもいいかもしれません。ただここは短いので、もう一つ少しニュアンスが違うただいまを一緒に紹介します。ではそれがやじげ、やじげで、これは訳が少しだけ違ってもう着いたよなんです。当然どちらもただいまに当たりますので、どれか一つでも覚えてみてください。ただ正直なこと言うと、スペイン語圏ではただいまになるこれらを先ほどの行ってきますほどは使わないです。なぜならこれらは意味がもう戻ってきたよなどとしっかり伝わってくるのと、さらに日本語のただいまほど決まり文句としては定着してないんですね。でもそれを解消するのは意外と簡単で、ナチュラルに聞こえるようにするには次のようにしてください。それがオラ、ヤボルビー、ヤ、オラ、ヤギゲなどと、英語のハローにあたるオラをつけると軽い挨拶の感覚になって、さらに自然です。なのでそれもぜひ覚えておいてください。では次行きましょう。今度は場に残る人が言う行ってらっしゃいとお帰りです。ただ正直先ほどのように規則的に覚えられるところではないですが、最初に紹介する行ってらっしゃいにあたるフレーズは覚えるとだいぶ親切なものですし、ナチュラルです。ではここはフレーズを早速発音しますね。それがけてばやびえん、けてばやびえん。いや、急に難易度が上がったというか長くなりましたよね。ただこれがすごく親切なんです。というのも訳はうまくいくことを願ってるよなんです。で、ここは逆に日本語にすると少し硬いですが、スペイン語だと決まり文句でもあり、普通に使えるのでむしろ言えるとネイティブっぽくなります。ただもう一つ言うことがあって、これは人に対して言ってるので、まずこれがカジュアルな形なんですね。なのでこれをフォーマルにするにはここが変わってければやびえん、ければやびえん
正直ここは決まり文句というのもあって、この単語がこの訳に当たるのような解説は余計難しくさせるので、フレーズで覚えてみてください。ただ行ってらっしゃいはカジュアルな場面の方が多いと思うので、カジュアルだけを覚えるというのも一つの選択肢です。さらにこれはシチュエーションが行ってきますと同じなので、このフレーズの前か後ろにも別れの挨拶を付け足すこともできます。では次行きます。今度はお帰りになるものですね。ただスペイン語で特別お帰りに当たるものはないと言ってもいいぐらい使われないというか、それの代わりになってしまう別の表現があります。それが同じシチュエーションのただいまでも使えるよといったやーか、英語のハローにあたるオラ、これをシンプルに使っちゃうんですね。なのでただいまと言われたらオラで返すのが一番無難になります。でも一つ、いつもではないけど使えると待ってたよのニュアンスが出せるものがあります。それがQué bueno que llegaste。Qué bueno que llegaste。で、実際直訳は帰ってこれてよかったなんですが、各単語を解説するのは余計難しくなるので、フレーズでまずは覚えてみましょう。というのもこれも実はまずはカジュアルであって、フォーマルにする場合は Qué bueno que llegó。 Qué bueno que llegó になります。なので面倒だなと思う場合はお帰りは先ほどのオラで問題ないです。ではでは最後にフレーズを振り返ってまとめていきましょう。ではまずは行ってきますからですが、これと続きのただいまも全ていやから始まるフレーズでした。では一つ目の訳がもう行くねになるものからです。それがやめぼい、やめぼい。それと微妙にニュアンスが違うもうすぐ戻ってくるねとしての行ってきますが、Ya vuelvo。 Ya vuelvo です。そして続けてただいまにあたるフレーズを紹介しました。ここもやから始まりますが、まずもう戻ってきたよになるものが Ya volví。 Ya volví。 それと少し違うもう着いたよとして使えるものが Ya llegué。 Ya llegué です。ここは4つもありますが、共通の箇所を把握して覚えてみてください。では次ですが、今度は行ってらっしゃいとして使えるものです。まず訳がうまくいくことを願ってるよとすごい親切な表現ができるものですが、まずカジュアルがあって、それが Que te vaya bien。 Que te vaya bien。 それとフォーマルはこの箇所が変わって Que le vaya bien。 Que le vaya bien。そして最後にお帰りに関してですが、正直これはハローやヤーって意味のオラで OK だと言いました。ただ待ってたよとしてのニュアンスで言えるものもあります。でまずそれのカジュアルが Qué bueno que llegaste。 Qué bueno que llegaste。 そしてフォーマルの場合は語尾が少し変わって Qué bueno que llegó。 Qué bueno que llegó です。で表示されている日本語訳もそうなってますが、行ってらっしゃいもお帰りもカジュアルだけ覚えるのもいいと思います。ではまとめもここまでです。今回はフレーズの種類というかシチュエーション自体が多かったですが、一項目から一つで OK ですので、簡単だと思うものから覚えてみてください。では今回の動画は以上です。ためになったと思ってくれれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。 Hasta luego。